アルゼンチンの首相は1994年の憲法改正で創設された大統領を補佐する官職である。言語の官名を訳すると内閣主席大臣といった意味となる。ブエノスアイレス市モンセルラーク、フリオロカ通りのカスティネーラビルに官邸が置かれている。他の大臣同様、国民の直接選挙で選ばれた大統領による任命となり、 議会に対しては責任を負わず、仮に議会で野党が多数派を形成している状態であっても、野党系の会派から首相を選出する義務はなく、フランスにおける小浴びた資本的なねじれ現象は発生しないが、大統領の職務遂行が一時的、または永続的に困難になった場合、大統領とともに直接選挙で選ばれた副大統領が代行、または 生殖に昇格する規定が存在するため、権限は限られたものになっている。会員の与党系会派の議員から選ばれることが多いが、必須条件とはなっておらず、過去には上院議員出身者や民間からの起用事例も存在する。1994年までは大統領権限の一部となっていた、閣議の招集や閣内の意見集約、予算案の取りまとめ、税務、 立法府への状況報告、地方自治体との障害を担当する。ありがとうございます。